よし、クロノトリガー始めていきたいと思います。このゲームはもう何回かやっていて、もう子供の小学生ぐらいの時からもやってるんで、もうものすごい大好きなゲームなんで、その魅力を伝えられればいいかなと思っております。できれば。起きなさい、クロノ。いつまで寝てるんだ、早く起きなさい。今日もリーネの鐘が歌っている。あんた、あのお祭りのおかげで寝つけなかったんでしょ。早く起きなさいよ。探してる人がいて、届けてあげると。猫連れてきてくれたのありがとうと驚いてくれます。よしと、へい、行った。大丈夫？あれ、ペンダントをなくしちゃったみたい。ペンダントはここにあります。それ私のペンダント返してくれる？私今日ここに来たの初めてなの。だから一緒に見て回ってくれないかな。はい、ありがとう。あ、私の名前はマール。マールって言うんだ。あなたはクロノって言うんだ。一緒に行きましょう。で、二人でお祭りを見に行くと。作ったんだって。また爆発なんかしなきゃいいけど、
準備ができているらしい。ちなみにここにいる4人なんですけれども、こいつらレースをしています。でこの4人の中で誰が1等になれるかというのを予想して、それを当てるとさっき言ったシルバーポイントっていうのがもらえたりする。そうだな、まあ、とりあえずそのところかな。あ、ちょっと待って、なんだ、キャンディーを買っていくそうです。さあ、これちょうだい。ああ、いいよ。よし。ではちょっと一旦ここで切ります。よし、やろうか。この先何があるのか。ああ、やってらっしゃい、見てらっしゃい。俺の素晴らしい一人目線のルッカがこんな素晴らしい発明品を用意したんだぜ。このポットに乗っかるとお前たちはどっかに消えてしまうかもしれない。おっ、来るな。ちょ、ずっと待ったら、あんたどこ行ったんだよ。誰もこのテレポットに乗ってくんないの。面白そうだから私見てってあげる。一人のポットになればいいんだよ。はあ、じゃあ乗ってみるか。スイッチオン、エネルギー充填中。まさか彼女の発言が成功するなんて。わお。じゃあとりあえず、面白そう、私もやってみる。え、あんたいつの間にそんな可愛い子口説いてたの。え、戻ってくるからちょっとそこにいててね。はい、寄ってらっしゃい、見てらっしゃい。この可愛いお姉さんがこのテレポットに乗っかるそうです。どっか行っちゃダメだからね、まだ戻ってくるんだから。てか本当にいいのかい。まだ気持ちを変えることはできるかもしれないよ。いいんだよ、乗るんだから。さーて、じゃあ何があるか。彼女がちゃんと消えてまた現れたら拍手ください。行くぞ。おい、どうなってんだよ、いないぞ。お、あ、皆さん、ちょっとこのショーはおしまいだったんで、ちょっと、さよなら。おい、ルークは何が起こってるんだ。彼女の消え方、何か普通のものではなかった。何かペンダントが関係してるのか。どうすればいいんだろう。まず彼女どっかに見たことある気がするんだよな。そこは俺が行くぜ。来るの、お前本気か。やろうってのかい。そうね、そのペンダントを使ってまたこれをやれば彼女を追えるかもしれない。よっしゃ、やるか。エネルギーの充電、もっともっと愛さ、もっと愛さ。よっしゃ、できた。クロノ、何が起こってるか分かったら私もちょっと後持ってくるわ。だからグッドラック。
こだ。お、なんだろう、チンピラだ。あ、今日は取れます。始まります。バトラーのシステム的には右のゲージが溜まるとそのキャラが行動を起こせるようになるっていうことかな。で、基本的には攻撃と技、アイテムの3つが使えて、基本的には攻撃かね、今のところは。というか、ギラどもはぶっ倒すって感じで、経験頂点に入れた。回転切りを覚えた。新しい必殺技を覚えたみたいで、それは後で試してみるとしようか。ここでもいじめ現場が、あいつらやんちゃだからさ。おお、なんだここは。はあ、お前何言ってんだ。ここはどこかって、お前どこから来たんだ一体。彼女探そうか。で、これを取り忘れないんですけど、この回も。シェルターを落としていった。このシェルターってやつがあると、フィールドで使うと体力を全回復できるという素晴らしいもの。さて、ガルディア城、とりあえず何があるのかってのを次回で確かめてみるとしましょうかね。じゃあ切ろうと思います。 See you。